在津博美は福岡放送のアナウンサー。福岡県久留米市出身。漫画家を目指し、小学生の頃から出版社に漫画を投稿する。中学生当時に、明太ワイド MC だった小賀幸人の講演を聞いたことがきっかけで、アナウンサーを志す。小賀も通った福岡県立秋吉高等学校へ、進学し、3年次だった2001年、NHK 杯全国。 高校放送コンテスト全国大会アナウンス部門に出場。在津自身は準決勝敗退だったが、共に出場した同級生が優勝した。高校卒業後は、慶応義塾大学に進学。在学中は子供向けのイベントの司会やテレビ局でアルバイトをしていた。2006年入社。同年6月より、ニュースデビュー、同年9月21日から、毎週木曜日。 明太ワイド内のイムズ前での中継を担当する。2007年12月、ディズニー映画、ルイスと未来泥棒で、声優デビュー。2011年9月、福津市の宮地岳神社で行われた、周期大祭にて、中谷明子と参加し、祭りを務めた。2015年9月18日、休暇中だった読売テレビアナウンサーの林真央の代理として、 情報ライブミヤネ屋に出演した際、離婚して独身になったことを明かした。同年10月からスタートした新番組、バリハヤ。ZIP でメイン MC を務める。2018年7月1日、本人のツイッターにて再婚を発表。2020年9月25日、5年間メイン、MC を務めた、バリハヤ。ZIP を卒業した。 2021年5月7日、公式ブログにて、妊娠6ヶ月であることを公表し、5月25日付で3003号休業入りした。ありがとうございます。